ということで、どうも、はじめきよしろです。はじめきよしろの復活歯磨き日記ということでね、さっきから目がめちゃくちゃゴロゴロして、朝起きて、よし行くぞじゃないよ。まあね、朝起きて、2時間ちょっとの散歩道じゃなくて、目がゴロゴロしてたらね、普通にもう怖いんでね、やっぱ目の病気っていうのはね、失明とかしたら嫌なんでね、はい、歯磨きはね、台所でした。まあ、歯磨き日記ね、一人だけこれを待ってる人がいるんですよ。明確に分かる人がね、まあ、ちょっと歯磨きフェチの方がいて、こうか、あれちょっとここな、ここ、違う違う、こうだ、なーにーにー、アインシュタインでねってことだね。なんでアインシュタインだよって、あれ歯磨き粉がない、まだ歯磨き粉、まあ、何使ってんね、いやめちゃくちゃ喋るな、まあ、まあこれだよ、ムーミン谷のねやつですわ、子供って書いてある、いつでもねガキンチョの気持ちとさ歯磨きしたいじゃんお前ら、俺はやるんだ、これお父さん帰ってきたら最悪だけどな。まあ、ちょっとね、配慮全くしない、あのね、なんかね、いけばいけないんだよ、シャカシャカ音立てたらダメとかってさ、うざっと思った、久しぶりですね、歯磨き、ほんと1ヶ月ぶりかな、もう汚ねえなって、喋りながら歯磨きしたなんてええやろ、あ、めちゃくちゃ痛い、いやーね、あー、ちなみに顔見せるとき歯が命ですから、あんまり歯見せてない人すごい気がする、お前ヤニチオかってくらいね、ヤニパスかってくらい、あのなんか歯が汚いですね、うん、顔聞かな、今日ね、朝親に口くせえって言われた、やばって思った、親に口くせえって言われてね、まあ、ちょっと傷ついた、びっくりした、はい、いっぱいいただきます、もっと今度マイルドなやつ買わなきゃ無理だ、ほんと無理、こいつこう、ほんとはやっちゃダメなんだよ、くっそ、
ジで。今日はな、こんくらいにしといたろわ。まあ皆さんもぜひ毎日歯磨きしてみてください。皆さんはしてるでしょうけど、僕はしてないんで、うん、バイバイ。